はい、どうもこんにちは、ジロラクスです。今回はね、愛車紹介、これをやろうと思います。以前もやったんですけど、ずいぶん前ですけどね、初期の頃はね、だいぶ声も小さかったり、紹介もね、ちょっと雑だったりしたんで、やり直そうと思います。最近ありがたいことに登録者の方もぐっとね、増えてきて、で、車に関してね、結構質問いただくんで、ちょっと丁寧にやり直してね、紹介しようと思います。はい、まずね、顔面からいきます。ボンネット、これ質問多いんですけど、ギブソンのボンネットを使ってます。このね、かかりが浅くて、あんまりね、バットじゃないところが、気に入ってね、これ買いました。他にもね、ボクシースタイルとか、あの辺もね、多分同じようなラインだと思うんですけど、これはね、ギブソンのやつを使ってます。で、ワイパーガードは、415コブラのを使ってます。これもね、余計なラインとか入ってなくて、シンプルなのが良くて、これつけてます。で、ここだけね、色が、L175 ムーブ純正の黒にしてあります。ここだけで、ヘッドとかグリルとかバンパーは純正で、リップスポイラーだけつけてます。で、これは UI ビークルのリップスポイラーです。すごいね、小ぶりなんですけど、小ぶりなのが欲しくて、探してて、UI さんのがね、一番シンプルで小ぶりだったんで、これにしました。これね、4万円ぐらいするんですけど、高いだけあってね、もうフィッティングすごい良くて、買ってね、色だけ塗って、そのままつけれました。チリ合わせとかね、特にそういうのもしてないです。で、すごいフィッティングいいんで、固定もね、このフェンダーの内側から1本ずつビスで留めてるだけで、一応ね、下からもこう穴が開いてるんですけど、ビス用のそれはね、使ってないです。あんまガチガチに留めると擦った時にね、割れるんで、ある程度ね、動くようにしてあります。なんでね、動いてこの辺ね、傷ついたりしてるんですけど、嫁が擦った時にね、ガーって、リップがね、割れるよりはいいかなと思ってそうしてます。両面テープとかもね、一切使ってないです。もうすごいフィッティングいいです、これは。で、あとガッツミラー外してフロントサイドカメラつけてます。と、上にね、ワークライト、スパリーさんから提供いただいたワークライトがついてます。キャリアはちょっとまた後でやります。はい、で、次、側面いきます。側面はですね、ボディカラーは、ダイハツのね、 G34 っていうネイキッドの純正色、ダークオリーブマイカっていう色で塗ってます。この色の質問もね、かなり多いんですけど、ダイハツのね、純正色で塗ってます。フェンダーは、ディスファクトリーのフェンダーを使ってます。これね、以前ファブレスのビス止めのフェンダーつけてたんですけど、あれもね、3万円とか結構高かったんですけど、あれよりもフィッティングはかなりいいです。で、スライドドアのドアハンドルはスムージングしてあります。で、足でね、開くように後付けでセンサーつけてます。このセンサーのね、取り付けの動画も過去のやつにあるんで、概要欄に載せておきます。これね、結構便利です。で、ドアハンドルのスムージングに関してはね、嫁とかはね、もう意味がわからんっていう、もう不便になったって言ってたんですけど、ごもっともで意味はないんで、はい、見た目だけの問題でね、意味はないです。で、次、ホイール。で、これホイールは、デイトナですね。デイトナ、もうハイエースじゃ本当ド定番のホイールですけど、普通に履くとね、もう人と被りまくっちゃうんで、オフセットで、人とね、ちょっと違うスタイルにしてます。これがね、これも質問めっちゃ多いんですけど、サイズが、16インチの 8J プラマイゼロ4本通しで履いてます。で、これもね、過去の動画で紹介してるんですけど、1本ね、約9500円っていう新品で、めっちゃ安いです。この動画もね、概要欄に載せておきます。で、タイヤはルマンの205-6516、これは履いてます。ルマンのね、このショルダーの形が好きで、ルマンをね、履いてます。で、ルマンのね、ホワイトレターなんていうのはないんで、タイヤステッカーを貼ってます。これね、1台分でね、7000円ぐらいするんですけど、だいたいね、年に1回ぐらいは貼り替えないと、変色してきたりね、擦ってね、剥がれてきたりするんで、年1リぐらいで貼り替えてます。で、もうそれがね、めんどくさいんで、ちょっとね、値段高いんですけど、2万円ぐらいのね、ちょっといいやつ見つけたんで、次はね、それ試してみようと思います。剥がすのがね、大変なんですよ、これ結構。なのでね、ちょっと近いうちにね、その良さそうなやつに貼り替えてみようと思います。
はい、でダウン量は3インチで、足回りね、いろいろ部品交換してるんですけど、それはね、それも過去の動画にあるんで、ハイエース足回りっていう再生リストがあるんで、そっからね見てもらえるといろいろ見れると思います。もしよかったらね見てみてください。一応ファミリーカーなんでね、車高をあんまりベタベタに落とさずにそれっぽく見えるスタイルっていうのを目指してやってます。なんでホイールもね、あんまり台形とかじゃなくて、厚めのタイヤ履いてね、ほどほどのローダウンでバランスよくなるように作りました。結果ね、3インチまでちょっと落としてしまったんですけど、まあ、やっぱね低ければ低い方がかっこいいですね、やっぱ。はい、次リア周りなんですけど、リア周りはねあんまやってないですね。最初にねウォッシャーノズルの穴スムージングとエンブレムのスムージングやって、このラダ、これ自作ですね。これ自分で作ったラダです。で、作ったのもね理由があって、市販品だとねここ出幅結構でかいんですよ。まあね、足かけるのに当然その方が足かけやすいんで出してあるんだと思うんですけど、それが嫌でね、こうボディにグッと近づけてもうギリギリ足かけれるぐらいの感じで作りました。あとはね、この上にカヤックをかけてね、こう立てかけて押し込めるように作りました。こういう形状のねラダーってないんですよ、市販品じゃ。なんでね作りました。で、あとテールとかね、バンパーとかこの辺は全部純正です。で、ヒッチメンバーついてるんで、普段ねこうボール、ヒッチボールつけとくのもなんだなと思って、ヒッチステップ作りました。これもねかなり初期の方の動画で喋ったりしてないんですけどね、これ作る動画もあります。これもねパイプ買ってきて切って溶接して作りました。あとね、ここにプレートつけたりしてるんですけど、これはねこう後ろから見た時にこのヒッチの差し込みがね見えるのが嫌なんで、このプレートで隠してます。で、このプレートはね、SBM ファイナルだったかなに行った時に、その場でね、好きな文字打刻してくれる業者さんブースが出てて、そこでねジルワークスって作ってもらいました。はい。で、これはねもうステップとしてバリバリ踏んだり乗ったりして、使ってます。1段目がねちょっと高いんで、ラダーの1段目がここにねもう1段増えることですごい乗り降りしやすくなりました。はい、リア周りそんなところかな。で、次ルーフラックですね。これもねめちゃめちゃ質問きます。基本的にはね自分で作ってるんですけど、このベース、キャリアになるんかな、ルーフキャリアはイノーの普通にハイエース用を買ってるんですけど、それをそのままつけるとね、ここすごいルーフとの隙間が開くんですよね。で、もうそれが嫌で、なんかあんまりね隙間あると間抜けな感じになるんで、それが嫌でね、これを3センチぐらい短縮加工して、ルーフにね近づけてあります。で、他の部分は全部作ってます。パイプ買ってきて、材料買ってきて、切って曲げて作ってます。はい、ちょっとね登ってみますね。はい、なかなかねこのハイエースの屋根からの景色っていうのは普通見ることないと思うんですけど、上ねこんな感じになってます。で、作った部分なんですけど、まあ、これですね、これは普通にイノーのキャリアに、こういう金具、これ下ね、これ角パイなんですけど、これと角パイをつなぐ金具、これを自作でね作って、縦に1本角パイプを通してあります。パパ、 YouTube1本通して、で、それにね、またちょっとこれ非常に見づらいんですけど、金具を作って板をね固定してあります。で、この側面はね、ここずっとパイプで通しても良かったんですけど、材料が高かったんで途中でね木に変更してます。まあ、この板もね木なんで、まあその方が雰囲気出るかなと思って木でつないであります。で、このレールはカヤックを乗せるためのレールですね。カヤックの溝の幅に合わせたものを、こういう風にね、ここ緩めれば無段階で調整できるっていうレールを作ってます。この木のベースの裏もこんな感じですね。この角パイプより一回り大きい角パイプを通して、そこからねベロ出して木の板固定っていう感じで作ってあります。ルーフラックはね今まで紹介したことなかったんで、こんな詳しく。これねめちゃくちゃ質問来るんですけど、なかなかね文章じゃ伝えれなくて、
まあいい機会なんでね、ちょっとやってみました。でこれは、カヤックを縛るタイダウンベルトをかけるフックですね。これホームセンターで買ってきてつけました。いちいちねここにねタイダウンベルト巻きつけて引っ張るっていうのがめんどくさいんで、もうこういう金具をね作ってつけてます。でこのルーフラックを組んでからはね、もうルーフの洗車は無理なんで、まあ、年に1回ぐらいねスポンジで洗ったりはするんですけど、基本的にルーフはもう洗ってないです。でこのフロントのこの曲げの部分、これがね一番質問くるんですけど、これもねパイプ買ってよく見てもらえばわかると思うんですけど、こう溶接でね継いで輪切り、角度切りの輪切りで曲げてます。でこのフェアリングの部分はですね、前は50インチの LED バー2本つけてたんですけど、まあ、風切り音とかがうるさくて、外してねこのフェアリングにしました。このフェアリングもね塩ビ系の板を買ってきて、切ってつけてます。なのでもうほぼフル自作ですね、ルーフラックは。はい、外装ねざっとこんな感じです。多分ねよく質問が来るところはもう全部紹介したと思うんですけど、まあ、もしねなんか他に気になることあれば質問コメントでね質問いただければお答えするんで。石食べちゃダメだよ、わかった？うん、ドロドロか。手洗うの？うん。誰も来んよ。はい、そんな感じでね外装は以上です。次内装をやります。はい、じゃあ次内装いきます。一番多い質問がねこのシートカバー、これどこのメーカーですかっていう質問がね一番多いです。これはねグレイスっていうメーカーのシートカバーになります。で、セミオーダーになるんかな、このメインとサブの色を選んでスティッチの色まで選べるっていうシートカバーですね。でこの真ん中の生地はラムース、まあアルカンターラとほとんど一緒ですね、メーカー違いというか、真ん中はねラムースのパンチングで、白いところはレザー、これはねレガート、シンコールのレガートの生地ですね。で、シートねこれ作り良くて質感良くてめちゃめちゃいいんですけど、価格がめちゃくちゃ高いです。これね僕運転席助手席と2列目3列目の6脚分作ったんですけど、6脚でねこれ12万します。ワゴン GL1 台分だと、14万の消費税かな。なんでかなりね高いです。かなり高価なシートカバーなんですけど、まあシートはね座るとこだし一番ねこう目が行くとこなんでね、僕はここは惜しみなくお金をかけました。でレザーとかだとね、夏暑かったり冬冷たかったりするんですけど、このラムースはねそういうのがないんで、すごいね気に入って使ってます。はい、というわけでこれはねめっちゃ高いです。で次コンソール周り、これはね自作したドリンクホルダーですね。これも、過去の動画にあるんで、もしよかったらね見てみてください。でこの辺は純正を塗装してます。シボムはね全部スムージングして塗装してあります。でこのリア、これもねこっから後ろは作ったものになります。ちょっと見づらいかな、また後ろから撮りますねこれは。はい、じゃあ次ね運転席周り、まずね運転席助手席のドアの内張りは、アウターバッフル作って、塗装してあります。これもねしぼめスムージングして塗装してあります。で色はオリジナルで調色したアイボリーのスリーコートパールで、こっちはねトヨタ純正パッソかなんかのね茶色だったと思います。でここもシートに合わせて、ラムースで、ね、同じ生地で貼り替えてあります。あとこの肘掛け、これはね、自作したやつですね。木切ってウレタン入れて、カバー塗ってで作ったやつですね。これね非常に楽です、運転中。あとねこのネックパッド、これもね自分で作ったやつですね。木でベース作ってウレタン入れて、ウレタンをこう削ってカバー塗って、作ったやつですね。ステアリングはこれ純正交換タイプ、このスイッチが活かせるタイプのね、ステアリングです。これね SBM 行った時にマドンナさんかどっかの提供で、じゃんけん大会に出てたやつでもらって、もともとね何だったかな、木目だったかな、黒木目かなんかだったんですけど、内装色に合わせてね塗り替えてあります。でこの辺もね内装と同じ色に塗り替えてあって、ここはねエンブレム取ってスムージングしたんですけど、ね、ここ何にもなしってねなんか気持ち悪くて、結局ねエアブラシでもう一回エンブレムを入れるっていうちょっとわけわかんないことやったんですけど、
まあこれはこれでね気に入ってます。であとはこれホームセンターとかで売ってる200円ぐらいのドリンクホルダーなんですけど、これもね、同色で塗装して、そこはね同じようにラムース貼ってあります。で他のこのインパネ類もう全部しぼめスムージングして、そうこれパネル後から貼り付けるパネルじゃなくて純正パネルを全部スムージングして塗装してあります。でシフトノブもこれもねどっかの SBM で、安くで買ったやつなんですけど、これもね一回バラしてラムースとレガートで貼り替えてあります。ここはねもう頻繁に触るとこなんでちょっとね色がもう変わってますね。でこれはダブルナビ、ナビが2台ついてます。どっちもね、ナビとして全ての機能が使えるようにしてあります。なので、こっちはねフロントでオーディオ用、こっちはリアで、DVD 鑑賞用として分けてます。なんで音声もね前後で分けてあります。これもね過去の動画に紹介してると思うんですけど、オーバーヘッドコンソールとティッシュボックス、これねサングラスとか入れてます。はい、これもね過去の動画にあるんでよかったら見てみてください。で A ピラーにはアルパインのツイーターを埋め込んでます。これはねもう納車翌日にやった、一番最初にやったカスタムかな。はい、これもね自作で埋め込んでます。またね近々、最近手に入れたモコとかバモスにもまあオーディオはやろうと思うんで、ツイーター埋め込みとかねやろうと思います。でこれ表面処理はフロッキー、あの植毛塗装ですねをしてあります。でこれも自作で自分で機械買っていろいろね調べに調べ倒して、あの業者さんが使うちょっと本気のやつは買えなかったんで、代用できそうな機械を探してね買って、パイルもね業者に頼んで送ってもらって、自作でねフロッキー塗装できるようになりました。ちょっとこの辺も剥がれてるんでやり直したいんですけどね、なかなかねフロッキー塗装自作でやってる人はいないかなと思います。あとコンソール周り、まあこれねこのアームレストもね自分で作ったやつですね。木切って、ウレタン削ってカバー塗ってって作ったやつですね。あでこのドリンクホルダーの縁、これもねめっちゃ質問来るんですけど、これはオートバックスとかでなんか売ってました。これ N ボックス用だったかな、なんか純正のドリンクホルダーにかぶせるメッキ調のやつっていうのがあるんで、それを使ってます縁は。はい、続いてリア周りなんですけど、このカウンターはね結構これ最近の動画かな、これ作る動画もあるんでね、もしよかったら見てみてください。でアンプつけて、でこれはねリア用のスピーカーです。はい、でこの後ろのねスピーカーとこのセンターコンソールの増築部分なんですけど、これはねリア用のスピーカーとドリンクホルダーと、これ SBM で、初めてもらったアワードかな、あ2回目か、前の車でもらってて、このハイエースで初めてもらったアワードですね、これ。で、これがね、どうしても飾りたくて、この増築部分っていうのを作りました。これもね、過去の動画にちょっとスライドショー的な感じなんですけど、作ってる経過とかをね、載せてるんで、もしよかったら見てみてください。もうほんとね、このアワードもらったことによって、いろんなことが加速して、ちょっとね、やりすぎちゃいました、車。で、結果ね、この車でその後2回アワードもらって、合計4回、ハイエースでは3回、アワードもらってますね。もう最近ね、特に大きな変化はないんですけど、またいつかね、アワード欲しいですね。で、あとフリップダウンモニター。これね、ちょっとこれ汚いんですけど、本当はね、バチッとフィッティングするように作ってあったんですけど、モニター自体壊れちゃって、ちょっと新しいのにね、取り急ぎ変えて、この辺はね、まだ汚いままです。これもね、しっかりフィッティングするように、近々、多分動画にできると思うんで、これをね綺麗に取り付ける動画も、近々やろうと思ってます。まあ、まずねこの1万円ぐらいの中華の安いモニターにね手かけまくって加工するのがまず間違いだったんかもしれないんですけど、懲りずにねまた同じことやろうと思います。はい、でリアのルーフはねこういう照明を作ってます。間接照明的なやつですね。これはイルミ連動で 20% ぐらいで光って、ドアオープンで 100% で光るっていうように、5極リレーを使って組んであります。これはねめちゃめちゃもう頭を悩ましながら作りました。でちょっと飾りでねアクリル板にエアブラシで文字入れたりしてます。でそれからベースを引っ張ってこのロッドホルダーをつけてあります。イノーとかからね出てるんですけど、ロッドホルダー
それだとねすごいこうパイプがごちゃごちゃつくのが嫌で、こういう風にね作ってあります。で後ろはねちょっと今ごちゃごちゃ物があるんですけど、常設でベッドがあります。こう横向きでね寝れるようにしてあります。で窓埋めパネル作って板張って、まあ自分の好きなものねいろいろ貼ってます。まあ、SBM のパーミットがめちゃめちゃ多いですけど、自分が行ったね SBM のパーミットとか飾ってます。であとは 1500W のインバーター積んで、電子レンジとかね乗せてます。これも釣り行ったりとか車中泊するときにちょっとしたもん温めたりとかねするのに便利です。前ねこの中で焼肉やったんですけど、もう匂いがやばかったですね。まあまたやろうと思いますけどもうすぐねカヤックもシーズンインするんで、そしたらね車中泊またするようになるんで、その時にねまたやろうと思います。はい、以上、愛車紹介でした。だいたいね質問が多いところとかは紹介したと思うんですけど、まあ他にねなんかもし気になることとかあったら、コメントいただければねお答えします。僕ね基本的にコメントとか DM とかあの辺ね今全部返してます。これはね、まあ、できる限りはずっと続けていこうと思うんで、ちょっとね最近バッてくるとこれいつまでできるかなって思う時はあるんですけど、できる限りはね全部返していこうと思うんでね、気軽にねコメントください。はい、まあそんな感じでねこの中のカウンター作ったりとか、まあ、DIY とかね、パーツのレビューとかいろいろ今後もやっていこうと思うんで、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あとインスタグラム、ツイッターもやってます。そっちではね日々のちょっとしたこととか、まあ、動画につながるちょっとした投稿だったりねしてるんで、もしよかったらフォローの方お願いします。あと、こういうグッズの販売の告知とかね、そういうのも多分インスタメインでやっていくようになると思うんで、ぜひねチェックしてみてください。はい、というわけで今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。